にちは、じゅんです。ヘイです。はい、今回ですね、体重移動で飛ばすヘッドスピードの上げ方ということで、ゆいちゃんにはドリルを教えていただきたいと思います。はい。なんか、まあ、基本的な、うん、結構やったことある人もいるかもしれないんだけど、確かにあるかも。みんなジュニア、私はジュニアの時から結構基礎的にやってきたやつだから、やったことある人もない人も、ちょっとやってみてほしいなっていう。そうですね、多分1回は多分結構やったことあるよ。あるんじゃないかな、うん。まあ、あとこう初心者の人でも結構やってみてほしいドリルでございます。まあ、ちゃんとね、やり方みたいな、まあ、私聞いたことないけど、なんとなく見よう見まねでゆいちゃんにね、解説というか教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずステップドリル、これは、何のドリルかというと、下半身とかではその体重移動がちゃんとできてるかとかの確認するためのドリルで、例えばよくあるのが、バックスイングしました、インパクトするときに腕と体がこう同時に降りてきちゃうとか、そうなると結局ボール打つときにこういう状態でボールに当たる、したらまずヘッドスピード出ない、もちろん飛距離も出ない、ボールの変な方向に行っちゃうっていう、こう負の連鎖が続くんだけど、本当はここから下半身が先、下半身が動いてから腕が降りてくる、この動作確認を一番分かりやすくできる、超簡単なドリルなので、はい、やってみましょうか。前から撮ってもらって、はい、前からですね。じゃあまずは番手は結構何番でもいいんだけど、まあ、アイアン9番とか8番とか、はい、まあ、そのあたりを持ってもらって、まずいつも通りにアドレスしてもらって、バックスイングするときに一番最初右足にまず足を揃えます。でバックスイングします。でこのあと左足踏んでからインパクトするっていう、で、まあ、例えばトップの位置からインパクトまで下半身優先、下半身が先に動いてないとすっごい打ちにくい。なるほど。ここから踏んでから、がこのターンが一番大事。構えて1で揃える、2で上げる、3で踏んで、4で打つ、はい、でこの1、2、3、4、はい、この3と4が大事。ここから踏んでから、なるほどね、というドリル。はいはいはい、私全然適当にやってた野球みたいにやるのかと思って、まあ、似てるやつに、例えばこう、まあ、練習場だったら今のやつもなったりしたらいいんだけど、私ラウンド行ってる時はなんかこう体がうまく回ってへんなとか、ちゃんと踏み込めてへんなっていう時はバックスイングして、こう大げさにこう一旦左踏んでからやってるね、とかすることもある。ここから踏んで、みたいな、とかすることもあるけど、こう基本はこのステップ取り踏んでからみたいな。全然やってみますか。やってみます。ちょっとやったことないんですよ、これで。そうあ、でも結構力強くなるね。し、踏んだ時に腕はまだ完全に上にあるわけだから、いつもよりも腕の力がなくても触れるっていう。確かに、え、すごい。そう勝手に触れるからめっちゃいいかも。し、完全に下半身指導で触れてる、おーみたいな。すごいっていうドリルでございます。初めてやりました。はい、はい、ということで、ヘッドスピードが上がるステップドリル、ゆいちゃんに教えてもらいました。はい、下半身指導これできたら、まあ、ヘッドスピード上がる、飛距離上がる、
大事なんで、なんか体幹もね、すごく鍛えられそう、うん、やったことある人もない人も確認のためにやってみてほしいなと思います。はい、ぜひやってみてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。次回の動画も楽しみに。